バーミーズは猫の品種の一つ。アメリカンバーミーズとヨーロピアンバーミーズの2種があり、それぞれ異なった身体的特徴を持つ、ドッグキャット、コンパニオンキャットなどとも呼ばれる。原産国はミャンマー、シャムとの交配により誕生。体のパーツが丸い点が特徴アメリカのキャットショーで、ペルシャ、シャムに次いで出陣頭数が多く、非常に人気の高い種。 1930年にジョゼフ・トンプソンがビルマよりウォンマウという一匹のメスを持ち帰ったことに端を発する。共通の特徴は短毛であることと性格。体を構成する頭部、目、鼻などの各パーツは丸く中型で筋肉質。毛色はセーブル、ゴールド、シャンパンなど。バーミーズの子猫短毛でとても綺麗好きであるため特に手入れは 必要ないとされるが、体調が、紐のコンディションに現れやすいため、飼い主はよく目をかけてあげることが健康管理に役立つ。アメリカンバーミーズ、ヨーロピアンバーミーズともに、人懐っこくどんな環境にでも馴染む高い適応性を持つ。人を好み、静かな鳴き声から、慈悲深い猫などと呼ばれることもある。 日本と世界の猫のカタログ 96ISBN 44億1 5 4万829ページ36バーミーズ新生出版社世界の猫図鑑ありがとうございます